皆さん、こんにちは。今回は神宮寺勇太さんについてご紹介します。ぜひ最後までご覧いただき、気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いいたします。今回は、かつて人気アイドルグループ、King & Prince のメンバーとして活躍し、現在はナンバーガイに所属する神宮寺勇太さんと、元乃木坂46の齋藤飛鳥さんの熱愛の噂について、真相に迫っていきたいと思います。二人の関係は本当なのでしょうか？噂の出どころや、証拠となるエピソードはあるのでしょうか？一緒に確認していきましょう。まず、2014年5月に神宮寺勇太さんと齋藤飛鳥さんの熱愛報道が出たことについて説明します。当時、二人の交際を示唆する情報がネット上で広まり、多くのファンが騒然となりました。しかし、齋藤飛鳥さんは自身の公式ブログで熱愛を完全に否定。スタッフからこの噂を聞いて初めて知ったと言い、名前を使われたことにショックを受け、悲しんでいたと心情を吐露しました。齋藤飛鳥さんの否定により、熱愛報道は一旦収束したかに見えました。では、なぜ神宮寺勇太さんと齋藤飛鳥さんに熱愛の噂が出たのでしょうか？調べてみると、大きく3つの理由があることが分かりました。1つ目は、X という匿名掲示板での目撃情報です。2017年に投稿された書き込みによると、神宮寺勇太さんと齋藤飛鳥さんが一緒にタクシーに乗っているのを見かけたというのです。さらに、同じ時期に齋藤飛鳥さんが裏アカウントで神宮寺勇太さんとやり取りしていたとの噂も広まりました。ただ、これらの情報はあくまで噂の域を出ず、決定的な証拠はありませんでした。2つ目は、2人が所属グループからの脱退を発表した日が同じだったことです。2022年11月4日、神宮寺勇太さんはKing & Princeから、齋藤飛鳥さんは乃木坂46から卒業することを発表しました。タイミングが重なったことで、2人は結婚するのでは？といった憶測が飛び交いました。しかし、これも偶然の一致だった可能性が高いでしょう。3つ目は、齋藤飛鳥さんが左手の薬指に指輪をしていたことです。乃木坂46を卒業してから、齋藤飛鳥さんは左手の薬指に高級ブランドの指輪をつけることが多くなりました。これを見て、結婚を連想するファンが増えたのです。ただ、神宮寺勇太さんが同じデザインの指輪をしているという情報はなく、二人のお揃いとは言えないようです。神宮寺勇太さんと齋藤飛鳥さんの熱愛を裏付ける証拠として、二人のプリクラが流出したという噂もありました。2014年頃、ファンの間で話題になったのですが、実際にそのようなプリクラが存在したのかは定かではありません。噂だけが一人歩きした可能性が高いでしょう。2024年現在、神宮寺勇太さんと齋藤飛鳥さんが友人関係を維持している可能性はゼロではありません。共通の知人が多いでしょうし、プライベートで連絡を取り合っているかもしれません。ただ、過去に熱愛の噂が広まったことで、恋愛関係に発展する可能性は低いと思われます。神宮寺勇太さんはナンバーガイに移籍したことで、恋愛の自由度は増したはずです。齋藤飛鳥さんも乃木坂46を卒業し、新たなステージに挑戦中。二人とも仕事に集中している状況でしょう。ここで神宮寺勇太さんに関する衝撃的な事件について触れておきます。須藤咲さんという女性が神宮寺勇太さんへのストーカー行為で逮捕されたのです。須藤咲さんは21歳の時に76歳の実業家野崎浩介さんと結婚。しかし1年後に野崎浩介さんが急死し、須藤咲さんがその死に関与したとして逮捕されました。実は須藤咲さんは探偵を雇って神宮寺勇太さんのプライバシーを調査していたのです。神宮寺勇太さんの自宅を特定し転居。神宮寺勇太さんのバイクが止まっている駐輪場の隣を確保したり、バイクに GPS を取り付けたりしていたといいます。須藤咲さんは探偵に対し、ジャニーズが好きなので彼らの日常が知りたい、キンプリ神宮寺さんの自宅が知りたい、私だけの神宮寺さんの写真が欲しいと依頼。まさに異常な執着心であり、ファンの域を超えた犯罪行為だったのです。続いて神宮寺勇太さんの家族について見ていきましょう。
まず父親についてですが、名前や職業は明らかになっていません。ただ興味深いエピソードがあります。神宮寺家には男は40歳を過ぎたらパンチパーマにするという謎の掟があるそうです。父親もそれを守っているとか。神宮寺勇太さん自身も40歳になる18年後が気になるところですね。一方、母親についての情報はほとんどありません。ただ神宮寺勇太さんがママと呼んでいたことや、キング&プリンスの永瀬廉さんの母親と仲がいいことが知られています。なお、一時期神宮寺勇太は母子家庭で育ったという噂が流れましたが、これは平野翔さんとの混同によるデマだそうです。最後に神宮寺勇太さんの性格について触れておきます。ネット上では性格が悪いという声もちらほら。その理由の一つが、キング&プリンスのメンバー永瀬廉さんを突き飛ばしている動画の存在です。限定ショップで撮影された映像で、神宮寺勇太さんが永瀬廉さんを押しのけて写真に近づく姿が捉えられていました。これを見て永瀬廉さんのファンから批判の声が上がったのです。またキング&プリンスのリーダー岸優太さんに炭酸飲料をぶっかけたというエピソードも。舞台の打ち上げでの出来事で、岸優太さんが以前野球のビールかけみたいなことをしたいと発言していたことから、メンバーがノリでやってしまったようです。度が過ぎたいたずらだったと言えるでしょう。さらにコンサートでファンに黙れブス痩せろと発言したことも問題視されました。神宮寺勇太さんはファンの内輪に書いてあったから言っただけと弁明しましたが、ファンの夢を壊しかねない不適切な発言だったと反省。その後番組で謝罪しています。以上、神宮寺勇太さんと斉藤飛鳥さんの熱愛の真相について詳しく解説してきました。2人の交際を裏付ける決定的な証拠は見つからず、噂の息を出ないものばかり。斉藤飛鳥さんも熱愛を否定しており、現在は友人関係程度の可能性が高いでしょう。一方で須藤早貴さんによる神宮寺勇太さんへのストーカー事件は衝撃的でした。ファンの行動とはいえ許されるものではありません。また神宮寺勇太さんの家族や性格についても様々なエピソードが明らかになりました。キング&プリンスを離れナンバーガイで新たな一歩を踏み出した神宮寺勇太さん、恋愛よりも仕事に集中し新境地を開拓していくのではないでしょうか。今後の活躍から目が離せませんね。いかがでしたか。神宮寺勇太さんと斉藤飛鳥さんの熱愛報道についてあらゆる角度から検証してみました。噂の真相は藪の中といったところですが、二人の関係性や周辺情報について理解が深まったのではないでしょうか。神宮寺勇太さんはストーカー被害やメンバーとのトラブルなどアイドルならではの苦労も経験してきました。それでも前を向いて歩み続ける姿は多くのファンに勇気を与えているはずです。ナンバーガイでの新たな挑戦にも期待が高まります。今回の動画が神宮寺勇太さんと斉藤飛鳥さんのファンにとって有益な情報になれば幸いです。これからも2人の活躍を温かく見守っていきましょう。それでは次回の動画もお楽しみに。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。